こんにちは、手芸刺繍作家のマリージュです。このチャンネルではおうち時間の趣味で始められるハンドメイド作品の作り方をご紹介しています。今回はたくさんのリクエストがありましたスズラン刺繍の刺し方をご紹介していきます。ぜひご覧ください。こんにちは、手芸刺繍作家のマリージュです。今回はスズラン刺繍のやり方についてご説明していきます。この刺繍では4つのステッチが出てきますが、どれもとても簡単なステッチなので初心者の方にもおすすめです。使用する糸は DMC25 番糸の905番色、470番色、 B5200 番色です。それでは茎の部分から刺していきたいと思います。こちらはアウトラインステッチで刺します。糸は470番色を3本取りで使います。ではアウトラインステッチは右から左に進んでいきますので、この地点がスタート地点になります。裏の糸は針2本分ぐらいの長さの糸を残しておいてください。では刺していきます。1目分進んだところに針を入れて半分戻って針を出します。また1目分進んで半分戻って針を出します。この時の針を出す位置は前の1目分の終わりの位置に、終わりの位置と同じところから出します。これを繰り返していきます。このステッチのポイントはこの糸を下向きに揃えて刺していくことです。刺し終わったら裏のすねに糸が渡っているところに 2,3 回絡めて端っこの処理をします。こうしておけば糸は抜けなくなります。スタート地点に残しておいた糸も針を通し直してこの辺りのすでに渡っている糸に 2,3 回絡めると抜けなくなります。茎の部分が終わったら、次は葉っぱの部分をアウトラインステッチで埋めていきます。こちらの905番色、濃い方の緑色を2本取りで使用します。
葉の部分が刺し終わりました。今回は大体の部分を濃い方の緑で刺して、中心に薄い方の黄緑で1本アウトラインステッチを入れて葉脈を表しています。では次にお花の部分を刺します。お花の部分はレゼーデイジーステッチとサテンステッチで作っていきます。まずレゼーデイジーステッチをしていきます。お花の先の方の部分から針を出して、針を出したところからもう一度針を入れて、少し離れたところに針先を出します。針先に糸を引っ掛けて輪っかを作り、ゆっくり針を引いて輪っかの外側に針を刺します。これで一つ完成です。お花も2本取りで刺していきます。お花の大きさに合わせてレジェデイジーステッチを4つか3つ作ります。次にサテンステッチをしていきます。サテンステッチでこの部分を埋めていきます。サテンステッチは輪郭をこちらからこちらにどんどんすくっていくステッチです。このように輪郭線をどんどんすくっていって、下の布地が見えなくなるように隙間なく糸を埋めていきます。最後にこの先端のつぼみになっているお花をフレンチノットで刺します。ステッチをしたいところから針を出して、針に3回糸を巻きつけます。最初に出した針穴のすぐ近くに針を刺し戻して、
こちらの左手で持っている糸を引き締めながらゆっくり針を引きます。これで一つ完成です。最後にお水で下焼きして完成です。いかがでしたか？今回の動画が少しでも役に立ったなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画も楽しみにしていてください。